荒野を横切る、列車。この方の別のコースをやってみたらすごく面白くて、こっちにもチャレンジしてみたんだぜ。皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。おっと、この前挨拶のことで霊夢を締めたばっかりだったな。ゆっくり実況会のバナナこと、マリサだぜ。最近ようやくインスタグラムを始めた、ヨウムちゃんだよ。他のチャンネルでは、マリサの言葉ナナって言うとマスパしたりするけど、ここのマリサはしないの。ああ、私は落ち着いたお姉さん路線で行くんだぜ。完熟しきったバナナっていうことだね。さっきから、電車の走る音とか踏切の音とか、なんかすごいな。でしょ？他のコースもこんな感じで、迷わずお気に入り制作者さんに登録しちゃったよ。ここから先は、列車の車内を進んでいくんだね。あれ、ヨウムどうしたんだ？あのね、実は私、乗り物に酔いやすいんだよ。そうなの？知らなかったよ。気持ち悪くなったら列車を止めてもらうから、早めに声かけてね。ありがとう霊夢、優しいんだね。うぷ主もよく体調崩すからな。辛い時はお互い様なんだぜ。こうやってどんどん車両を移動していくと、FF6 のマレッシャを思い出すよ。幽霊を仲間にしたり、ジークフリードと戦ったりしたな。懐かしいんだぜ。ボス戦では、フェニックスのを使ったり、メテオストライクを使ったりして、ネタにされやすいやつだったよね。適正レベルでまともに戦うと、状態異常が多くて結構大変なんだけどな。FF の話はこれくらいにして、そろそろちゃんと実況やっていこうよ。あ、めんこめんこ。いつの間にか、赤コインも2つ取れてたんだな。そして中間ポイント発見、これはありがたいね。いきなり強制スクロールが始まったよ。列車が走る音と合わさって、本当に列車内にいるみたいでいいよね。この効果音どうやって出してるんだ？自分でコース作るときに参考にしたいものだな。おっと、こんなところにパックンが。完全に油断してたら、当たっちゃったよ。難易度は高くないけど、はしゃぎすぎて攻撃を食らってしまうって感じなんだぜ。今のは見えてなかったね。はい、戻ってきました。中間ポイントはすぐそこだから、楽だったけどな。さっきやられたトゲゾウも、無事に通過したね。あれ、こっちのトゲゾウだったっけ？忘れちゃったよ。ほんの数秒前のことも覚えてられないのか。ファイヤーフラワー、発見いたしました。よし、これで霊夢がどんなに下手くそでもなんとかクリアできるな。いつもすぐにダメージ食らっちゃうから、これでも少し心配だけどね。ちょっとバネの音がうるさいね。バネとかを使って、効果音の仕掛けをしてあるのかな。3枚目の赤コイン、ゲットだぜ。ゲットといえば、ポケモン新シリーズの、サトシの顔がひどいことになってて、ちょっと笑えないんですが、私も見たが、あれはないな。完全に作画崩壊っていう感じだったよね。あと、一体いつになったらポケモンリーグ制覇できるんですか？今の力なら、関東地方のリーグなら余裕そうだよな。よし、これで先に進めるね。ちょっと気になったので、こっちの扉に入ってみます。特に何かあるわけではないみたいだな。でも、こういうとこまでこだわって作るの、私は好きだよ。マリサ、このコースはどうだった？電車の効果音や揺れ具合がうまく表現されていて、かなりハイレベルだったんだぜ。お次は、うぷ主が新作を久しぶりに投稿したので、解説いたします。行き着く暇もない、10秒マリオ。まあ、特に攻略法というものはないんだけどな。こんな感じで、ひたすら亀を踏んで投げての繰り返しだよ。投げた亀で、先のブロックの亀を2匹倒さないと時間的にかなりきついんだぜ。まあ、こっちのは割と簡単かな。もう一個、ご紹介させていただきます。40秒、スピラン風。まず、黙っておりますのでご覧ください。ここが一番難しいところだね。まずは、開幕3段ジャンプ。ハテナブロックはしっかり叩かないと、先に進めないんだぜ。で、トゲゾウを踏んでから、ワンワンを登っていきます。いくつかパターンがあるから、慣れてしまえばここはほとんどミスなしでいけると思います。そしてジュゲムの雲でイライラ棒。トゲコンボの動き出す前に行かないと、タイムアウトになっちゃうよ。
コンベアダッシュは特に問題ないと思います。さて、やってきました最難関。いくつか渡り方はあるけど、先にバネを発射させちゃうのが割と簡単かな。ネットを装着して壁キック。無敵の間にバブル機体を急いで抜けていくよ。おっと、少し詰まってしまったな。だいたい 3,4 秒は余裕があるので、少し詰まったくらいならなんとかいけるはずです。さて、いかがだったでしょうか。一度諦めてしまった方も、再挑戦してクリアしてくれたら嬉しいです。では、今日はこの辺で終わります。皆さんまたねー。